Sorry, sorry. すまんな。なんかここめっちゃ漏れない？始発がある。埼玉のおいたんベアありがとう。全然リップ塗ってないのに漏れてる。今日は品川の キュウリやん。クマがアニメーションになってなんかかわいい。クマ？どういうこと？ごめん、どういうこと？もう一回やって。もう一回やって。え、私の携帯の iOS が対応してないんかな？ あ、本当だ。手振っとる。置いた。ほんまにもう一回やってくれた。コマありがとう。本当だ。なんか手振っとるな。あ、ミキちゃんも手振っとる。ありがとう、コマ。優しい。ありがとう。はい、どうぞ。ありがとうございます。なんかめっちゃサラピの声がする気がする。 この壁の向こうはサラピかもしれない。こんばんは。今日は品川のキュリアン、プリキュアで、なんだっけ、スターズだ。出てこなかった。スターズっていうイベントに出演しました。スターズ、
のアイドルも見れたから、ピルアポ？ピールザアップルと高猫を見ました。高根のなでしこ、なんか結構前の方 VIP 席みたいなとこで人いなかったから、ペペって高尾ちゃんとこっそり行って見て、ラッキーでした。今日って平日ですよねって私も今日も何回も思いましたよ。今日は平日だったのだろうか。高猫メンバー体調不良者がたくさんだった。あ、体調不良なのあれ、学校かと思った。平日の昼だから、平日の昼だから、なんか学校で来れてないのかなと思ったけど、普通に体調不良だったんだ。心配だね。10人中4人ってやばい。3人か。やばいね。4人か。ニコ生見ました。ありがとうございます。おきちゃんとみなみも会えたよ。そう、リップ塗ろう。 S 続く？いや、来週までないと思う。マリナもあったよ。よいしょ。こんばんは。ゆっくり休まんと。そう、ユミリンの誕生日祝いでごちそうしてきた、さっきまで。そしたら話、そしたら
話したりしてたら10時過ぎてた。すまんな、メール送れず。明日送ります。こんばんは。写真集、なんと目的は達成しましたよ。おめでとう、ありがとう。そう、やっとお返しできました。みんなありがとう。でもさすがに始発で昨日さ、なんかだらだら準備しちゃって、なんか1時間半ぐらいしか寝れてなくて今日だから、フラフラ。でも明日遅いんですよ、昼からなんで。そう、今日はまあ12時まで配信して、お風呂使って、入浴剤持ってきたからお風呂使って、爆睡。山猫坊主頑張った、ありがとう。移動休めた。あ、でも新幹線めっちゃ人多くって、今日なんだかね、始発からね結構人多くて端っこの席取れなくって、そう、なんかずっと人が行き来してて、なんか起こされながらだったからあんま寝れなかったな。なんで始発から多かったんですよね。でもね、思ったんです。ちょっとあんまりうまく言えないし、これ始発乗った人にしかわからないと思うんですけど、広島から始発乗って、でね、まあ、絶望的な顔でみんな乗ってるんですよ、始発なんて。コンビニも開いてないしさ。
で福山岡山ぐらいまではみんな絶望的な顔で乗ってくるところは同じなんですけど、なんか関西らへんになってくるとなんかもう始発じゃないですよ、関西ではその電車は。うちらにとっては始発だった電車が関西らへんでは多分4本目5本目の電車じゃないですか。なんならもっと先もっといっぱいの電車じゃないですか。だから関西ぐらいから乗ってくる人はなんか絶望してないはぁみたいなぐらい普通に出勤みたいな顔で乗ってくるそう、広島岡山らへんの人は絶望フェイスで乗ってきて、始発とかマジで無理ありえないですけどみたいな顔で乗ってきて、関西らへんの人は普通に仕事行きますみたいな顔で乗ってくるそう、なんかそれが違うなって思いました今日。新大阪発の上りは6時発、あー広島と一緒だね、広島の始発はもう6時ぐらいそう、その余裕の差を西日本の中でもやっぱ関西とそれより西で違うなって今日思いました。おもろかったなそれが。でも名古屋の人なんて余裕ですよ、はあ、余裕ですよ、8時半とかでしょ、余裕じゃん。疲れんか、こちとら5時台に集合してますからねはい、頑張りました。でもまあとか言いつつもちょこちょこ寝ては寝て起きてあーってなっての繰り返しだったんですけど、その寝てる間に私 C 席に座ってたんですけど、 A 席の人いつの間にか私が靴脱いで足を伸ばして蒸気でホットアイマスクと首のネックピローとマスクで完全防備で寝てるのですけど、気づいたらいました。だから私を起こさないようにそーっと A 席に入って、でしれっともう仕事とかしてて、で私はって起きて目横見たら A 席に人がいて、はっって言っちゃったの、びっくりしすぎてはっみたいなそう、でもさ蒸気でホットアイマスクとマスクでこうなってて、あ帽子もかぶってるかもこんな状態で、で蒸気でホットアイマスクをペロってちょっとめくって、えっあっって言ったから、あちょっと横の人もえってなるじゃん、だからあすいませんって言ってまた蒸気でホットアイマスクをピッて下げて寝たそう、あのおじさんはプロでしたね、プロ A 席でしたね。島崎から乗り越えてきたんかな、それはそれで終わるけど、いや忍者でしたね。しかもその人一回トイレ行ってたしな、で帰ってくる時にさすがに私のことを起こしたっぽいんですよね。そう、駅はでも私にバレずに脱出したんですよ。またあかりの寝顔が見れるなんて幸せもだ、いや見れてないです、あの帽子と蒸気でホットアイマスクと
普通のマスクとネックピローで、あの顔どころか首の皮膚さえ見えてないで、長袖着てるからもう腕の皮膚も見えてないまあでもその A 席の人はプロだったけど、ずっとさ廊下を人が通るから、通路かなんかずっと起きてた。こんばんは。チュチュチュルチュチュチュルチュルチュチュル。S だって嬉しい。違うんですよ、 N700S のはずなんですよ、始発だけど、今日はなんか車両のなんか点検の都合で今日は S じゃないですって言ってた。残念。見返り美人でないっす。S だったらね、よかったけど。 S 乗ってみたい。でもね、みなみの窓口で S かどうか教えてくれるよ。最近最初の S が 出始めの頃はみんな S に乗りたいから S に殺到しちゃうからどれが S か言わなかったんだけど、最近は教えてくれる。あ、ネットでわかるんだ。何が違うの？まあ、いろいろ違うけど、あのビジネス席があったり、仕事用の、あと席が綺麗だったり、あと全部の席にコンセントがついてたり、そう、あとまあライトとかも違うし、結構違う。Sじゃーんってなる。乗ったらわかる多分。アメトークで知った。ふーん。品川で降りたの。そう。うん。そう。
いや、しかし始発は疲れる。やっぱり始発の時さ、コンビニでさ、開いてないんですよね、駅のコンビニが。だからさ、その始発に乗るよって日は前の日の夜のうちに次の日の朝ごはんセットを買って、でそれをさ、でも始発の時って寝ぼけてるから忘れていきそうだから、もう常温なのは我慢して玄関のドアにかけとくんですよ。なんかパンとかにしといて、おにぎりじゃなくて。そうっていう、なんかその前日からの前準備が必要なのが辛いですね。でも朝ごはん食べずに4時間新幹線は結構ねきついんですよ。東京劇場できたら安心だな。あの、私が不自然に東京劇場についてショールームでもツイッターでもメールでも一言も触れてないのは、東京劇場っていう言葉がなんか盛り上がりすぎてますけど、だからこっちで言うゲバントとかクワトロとかみたいなのが東京に、ではここにしましょうかねってするってだけの話でしょ。だから別にそんな東京だの瀬戸内だのってギャンギャン言う話ではない。騒ぎすぎって思ってるので、だからその議論に巻き込まれたくなくて、何をそんなに騒いでるんだろうみたいな感じで放置してる。触れてない、もうあえて。そう、そんなこと言ったらこっちの広島劇場はゲバントだし、高松劇場はフェストハレだし、岡山劇場は金ママ金だよ。何にせよ楽しみ、いろんな場所でライブしたいからね、楽しみですよ。明日気温上がる。あ、そうなんだ。楽しみ。今日夜、さっき帰ってくるとき普通に寒かったな。ジャケット着たもん。明日は暖かいんだね。ブーツしか持ってきてないですけど。今日寒かったよね。
明日福フェスの番外編の第2回の追加情報が出ると思う。いや、結構でかい情報な気がする。楽しみ。なのでチケット取る人は取っときな。そう、ちゅん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 。横顔の恋に落ちる。この画角珍しいよね。ここのホテル気に入ったわ。やりやすい配信が。でもちょっとベッドの上だから寝ちゃう危険はあるけど。こんばんは。
今日は珍しくね、低いポニーだったんです。頭皮を守る低めポニー。ニコニコ生放送でも見れたんですけど、見たですか？ただただ可愛い。頭皮大事だよ。配信あったのよ。そう。さすがに平日の昼だからやってくれたんかな。あ、タイムシフトで見れるんだ。てか7人のフェス PR 舞台ぶりですごい久々でした。6人とかはね、多かったけど、仕事休んでこういうの参加したの初めて。でもね、なんか社員証じゃないけど、なんかその仕事着の人めっちゃいて、絶対抜け出してきたでしょこの人たちみたいな人めっちゃいましたよ。そう、みんながいつもと違う格好で着てたなんか上オタ T やけど下あれスーツのズボンですよねみたいなそう、最高だね、仕事抜け出して推しの顔見てみたいな。で多分職場に戻ったんだと思う、みんな。おもろい。配信中だけタイムシフトできた。ああなるほど。今日のタイムシフトは後日。なるほどね。隣マイキュー？え？マイキュー？いや、え？わかんない。マイケルが聞き耳を立ててる。グエッチョン。これグエッチョンって言わなかった。グエッチョンじゃなかったら来ません。マイケル。え、怖い怖い。違ったら恥ずかしい。え、聞こえるって？え？壁薄いんだ。え？赤リンゴって言って赤リンゴって言って
員さんって言ってる。聞こえん。おお、聞こえた。すげえ。え、話せるね。話せますね。やば、聞こえた。ちょっと壁薄すぎかも。会話できるぐらい壁薄いホテルやばいな。恥ずかしい。はじめだよ、面白い女、ありがとう。恥ずかしい、寝言言わんようにせな。壁薄っ。YouTube 見る音控えめにしとこう。サラピカと思いとったけどマイキューだったんや。え、壁薄すぎやろ、恥ずかしいわ。移動した。ずっと気になるよね、一回気になったら。ごめんけど私はここもベスポジだから動けない。こんな、まあでもさ、なんとかって言わないと聞こえないぐらいだからまあいいんだけど。おもろ。恥ずかしい。やばい、私が夜中に洞窟での悲惨な死亡事故5件みたいなゆっくり動画見ようがバレるかもしれない。昭和に流行った幻の今では考えられないおもちゃ5000とか。あとバイエンス見てるのが、バイエンス見てるのがバレる。バイエンススーツに憧れてるのがバレる。
寝息聞こえるから、寝息でかすぎやろ聞こえたとしたら。まあ、でもおじさんのいびき聞こえることあるよね、地響きみたいな、こーこーみたいな低い音は伝わりやすいんかな。あれ、隣の部屋おじさんのいびきかと思いよったけど、あれメンバーだったらどうしよう。今までおじさんのいびきと思いよったやつメンバーのいびきじゃないよね、大丈夫なはず、おじさんだったはず。生まれて初めておじさんであれと願ってる今信じられないいびきの人おるよね、おるよね。いやー多分メンバーじゃないと思うんですけど信じてる。なんか新幹線とか電車とかでさ、なんか変なことされたらさ注意できるタイプなんですよ私。例えばめっちゃ臭いもの食べてたりしたら、人とかにすいませんちょっとにおこれ車内で食べるには匂いがきついですみたいな、気をつけた方がいいかもですみたいな言える人タイプだよね。そうだけどさ、いびきうるさいですは言いにいけんよねさすがに。そう、あとなんかイヤホン音漏れしてますよとかも言えるタイプなんよ電車で。そうだけど、いびきうるさいですよは言えんなさすがに。とだって本人どうしようもないもんね、ある程度。ナイキじゃないとは今日はそうだね。でも一回新幹線でなんか、その降りる駅になってうちら修学旅行みたいに通路にバーって並んで降りる準備してる時に、なんかその見せつけるようにおと新聞の多分スポーツ新聞のでもその大人のページ、ちょっとピンクネタのページをめっちゃがっつりこっちに見えるように読んでる人がいて、さすがにちょっとそれはね、あの衝撃的すぎて注意できなかったけど、あれはひどかったな真っ昼間の新幹線。怖くて注意できなかったね、最悪だよね。ねえ、絶対わざとだったと思う、あれは。え、そうなんですよ。でもさ、その大人のちょっとセクシーなページをこっち側に見せてるってことは、裏側はニュースかもしれないじゃないですかそう、だから、わかんないよね。普通にナチュラル天然なだけだったかもしれない。ただちょっと子供の私たちには刺激が強くてかなりびっくりしましたね。
かなり初期の話です。こんばんは。ハートありがとこんばんは。一番好き、いい言葉だね。一番好きしか受け付けてないんで。新幹線でいろんなこと起こるね。そうだね、4時間乗ってるから。AKB 新聞懐かしい、買ってたね。私のことを好きにならないのは勝手ですけど。カリちゃん、カリちゃんのこと好きな人にしか興味ないもん。クマさん、動く部屋。クマ、ありがとう。東京に移住して、嫌やな。結構嫌だ。破産しちゃいそう。
きっちゃん、すけちゃんと同棲するから東京には行けない、ごめんね。東京はお洋服のお店何でもある。そうなの、ずるいずるい、それはかなり。よいしみんな。かわいい、かわいい。はじめだよ、みなぽん、やいちょー、みなも、3人で暮らそう。私それ入ってる？どの3人だろう。可愛いので照らしてみました。いい傾向だね。エミリンとミナミ、大変だぞ大変だぞ、面倒見れるかな、無理だと思う。頑張ってね。
ニアポップでシェアハウス絶対嫌だ絶対嫌だ。4時間ぐらいで無理な気がするだよ。無理ない3人だから集まってんだよ。まずエアコンの温度管理が合わん。誰となら大丈夫。ニャンスケとでも無理だって、猫アレルギーだもん私愛では乗り越えられるか微妙。ニャンスケでも無理だから、猫に合わないと発症するアレルギー。あ、そっち？あかりちゃんだ。かりちゃんだよ。ぼーっとしてた。ぼーっとしてたよ。よいしょ。うわ。ぼーっとしとった。この音は虫の音聞こえない。虫の音？虫の音が聞こえる部屋があったんですか？
東京なら毎日どこかでライブがある。そうなんだ。呼吸の音がする。普通に息を吸って普通に吐いている。好きだ好きだ声に出してみる。君が君が好きだ。ベンベンベン。ハッピーバースデーユミリン。ノーマルカメラで鬼かわいい。猫の尻。スターズ東京盛り上がったね。ね。久しぶりに猫の尻聞けて嬉しい。そんな層がいるわけ。よいしょ、よいしょ。変な人たち。自分も仕事中にゴロミのダンスというようになってしまいました。いや、やばすぎでしょ。え？職失うよ。やばいやばい。責任取らなきゃ。山猫坊主めっちゃかわいい。ありがとう。ありがとう。帰り際にお疲れんこんって言いかけた。私でも言わないのにお疲れんこんなんて言ったことない。みごろみごろみごろ言ったことない。うん、言ったことないね。にょんつきすん、にょんつきすん、にょんすけさん、すけちゃん、すけちゃん、すけちゃん、にゃんすけさんは言ったことある。ゴロミ、ゴロミ、ゴロミちゃん、ゴロゴロも言ったことある。裏切り。いや、仕事中にゴロミのダンスっていうのはやばいよ。私でもわかる。カリンゴーも言いそうになる。はしごを外された気分。男の心わかんねえ。ビジネスだったとは。何のビジネスにもならんわ。
どこにビジネスが発生するんや。こんばんは。スケちゃんに会いたい。りょうすけさん可愛いとか言ってしまう時ありますね。ビジネスではないと気候になる。あー、じゃあ気候で合ってるかもしれないです。ゴロミー、猫どものイチャコラがすごい季節。みんな頑張って。まつげ天才かもしれない。どう？まつげ天才じゃない？ナイス顔面、いいね。どれぐらい可愛い？どれぐらい可愛い？けちゃんかわいい10個、ありがとう。普通に福ちゃんは可愛いと思う。いける。
とってもだろ。みきちゃんかわいい、10個ありがとう。もうすごく可愛くて息ができません。やばいじゃん、やばいね、殺しちゃうじゃん。うんうんうん、ここで携帯つけるとめっちゃさ目に光が入って可愛い気がする。え、びっくりした。明日はそうでもないけど明後日朝ハイエ。やば、アカリンの誕生日からノアピの誕生日まで3880日でした。それそんなわけなくない？何年、何年かかってる？それとも10歳以上差があるってことへの嫌がらせ？再販ご購入の皆様手続きお願いします。お願いします。いいんだよ、私はもうノアピちゃんが、あ、今日のラテ、ノアピちゃんが大好きだから、今日のラテツイートしよう。ノアピで思い出すというね。今日のラテを撮ってるとこ。みんなで見合えてた。楽屋でぶりっこしながら撮ってたから。今日のラーテパスト、パスト、どうぞどうぞ。なんか今日のラテ一番上の投稿が表示されなくなっちゃった、ショック。6月12日から。6月12日からやってるらしい。すごくね。
今日も楽しかった、よかった、ありがとう。11時半だ、地味に。よし、ちょっともう一回立て直そう。暑い、冷房。よし、ずっと布団かぶってたから暑くなった。寒っ。この時期の冷房むずい。え、今日から変わったギフト、クマだけなの？クマだけ動きが変わったの？てかクマの動き変わったの見つけるの早いな。さすがみんなショールームマスターだね。タコもクマとタコ、あ、書いてんだ、詳しい。ラブレターも、ラブレターのギフトもらうことあんまないからわかんないや。質問だが、にゃんでそんなにキャワなんだ？全世界で目が一番綺麗な福ちゃん。おもろい、おもろい人たちが。あ、ラブレター、なんかチューされんだ。チューされんだ。ラブレターチューされんだ。チューか。まあいいだろう。チューぐらい許そうじゃないか。確かになんかタコの足の動きなんか細かくね。タコの足の動きそんなんだったっけ。なんかこれなんだよね。え、前までどうだったか忘れた。確かに画面は面白いと言われてるけども、は？は？おもろい。ガチ恋だろ、しっかりしろ。新しくなってるタコ、やっぱり、やっぱりってか、え、逆に前はどんなタコだったかな。微妙なチェンジ、何なんだその。中盤の多い配信者すまんな。ペンライトありがとう。
アニメ付きに変わった。確かにクマってピョンって来るだけだったもん。でもね、強い人気があるよ、クマ。ベア。ガチ恋です。こんばんは。明日出る福フェスの情報を見たらみんな笑っちゃうかもな。私も信じられないんだよね。ちょっとまだ今日ご本人にお伝えしたんですけど、え、死ぬぞって来てました。受けてました。タコサンキュこんばんは。にゃんにゃん、頑張りたい。頑張って。香川大学祭のチケットの受付始まってます。香川大学、香川県高松市の中心部、中心部ではないかな、なんて言うんだろう、まあ中心部からちょっと離れた場所ですけど、全然駅から歩いて行けるような距離の場所に、歩いてちょうどいい季節かもね。歩いて20分ぐらいかな。香川大学幸い町キャンパスございます。そちらで香川大学祭2024に出演します。香川大学はね、何回か行ったことあるよ。そう、センター試験受けたし、課題で、あとは
香川大学祭は行ったことないんだけど、まあ、子供の時に体験学習みたいな感じで行ったりとかしてましたかね。大人になってから行ってないな。課題って言います。もう香川大学に合格したら香川県ではもう神様扱いです。経済界ではなかなか評価高い。そうなん。まあ私はもう友達がいる年ではないから、大学に行って「ああ久しぶり」とかはなんないと思うけど、なんかまあにしても嬉しいですね。で学生さんは無料なんですけど、一般の方は有料チケット、安かったよね、でも2000円ぐらいだったので、ぜひお得ですから、30分ぐらいあった気がする。来てください。あ、1500円と1000円、お得じゃん、めっちゃ安い。課題受験してきます。5科目じセンター5科目じゃ5科目んセンター5科目7なんて言うんだっけかな。国立大学ってさ7学科あったよね。7なんて言うんだっけ、忘れた。てか今センター試験じゃないのか、なんか共通一次、あ5教科7科目、あそれそれそれが言いたかった。でも今もう5教科7科目とかじゃないかも、今センター試験じゃなくてさ共通一次だよね。だからセンター試験とか言ったら年がバレるから、共通一次受けました。あそこで待って、それはおじさん世代、共通一次はセンターより前、やばい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 、バレるバレる。今何今何教えろ教えろ、何だろう、華僑、今年から情報が入って6教科になる。あ共通テストか、はあはあ、共通テストね。共通テストを課題で受けたんですわ。そう、あもう覚えてないな、もうどんなんだったか、緊張してたからずっと。高松駅から河原町行った時に課題まで行ってもうた大散歩。なんか大学入試のそのセンター試験の日は大学の前にその高校の先生が集まって、なんかチョコ配ったりしてくれてたな、懐かしいな、頑張ってこいよみたいなわかる、あの儀式、あの時にもらったなんか先生の似顔絵入り
のなんか飴の紙みたいなやつまだ家にある気がする。課題は抽選販売で30日の23時59分で締め切り。あ、そうなんだ。得意科目でしたか。理科、理科何得意、理科、理科は得意なものなかったですね。生物強いて言うなら、なんか物理基礎と生物基礎取ってた、あ、化学基礎かな取ってたけど嫌すぎて、化学も物理も、物理基礎、生物基礎じゃなくてでっかい生物にした気がする。いやでも結局化学基礎と生物基礎で受けたのかな、覚えてない。なんかずっと理系だったけど高3になる時に分転したんですよ。そうだから数3とか途中までやったのに結局使わなかった。物理について福ちゃんの語り合いたい。殴られたら痛いぐらいしか分かんないかも。あとプラナリアについてなら分かる。生物あの物理で気になるのはなんか猫って高いとこからくるって回って落ちる、降りるじゃないですか。あれってすごいじゃないですか。でも位置エネルギー的に耐えれなくなる場所が来ると思うんですよ。だってタワマンから猫落とされたら死んじゃうと思うんですよ。くるって回って降りれないと思うんだよね。でも2階建てののアパートぐらいならいけると思うんだよね。その境目はどうやって計算するのか知りたいかな。猫を落とさないようにしたい。猫を生き延ばしたい。アリはどんな高さから落としても大丈夫。へえ。そうなんだ。福ちゃんは猫学科に入ったら全校1位になりそうです。何それ、何でもありやんおもろい。アリは軽いので落ちる速度が一定で止まる。おもろ、地球の重力に勝つってこと。ニャンスケ線香やばいね。ニャンスケで学士もらえるのやばい。
ニャンスケとジジの会話の先行、やばい、かわいすぎる。ジジちゃんの目はなんであんなクリクリなのかについて研究したいかも。生涯を捧げたいかも。大学院行こうかな。ジジちゃんのお目目のクリクリが可愛すぎるっていうことについて研究するために院まで行った方がいいよね、一応ね。にゃんすけ、ゴロミから見る猫の行動心理学ゴロミのカカア天下終了。ランキング山ちゃん、猫先生、何でも綺麗でよくね、山ちゃん、お前猫先生ってついに呼ばれ出しちゃった。ランキング読もうかな。よいしょ。さや、今日のライブ配信で見てたよ。セタレのセンターまた見れて嬉しかった。超可愛かった。お疲れ様でした。ありがとう。セリフ堂々と言えるようになってきたわ。ありがとう。マグ、ありがとう。ユウ、課題申し込んだがまだ迷ってます。遅くなりましたが、福フェス最高すぎると楽しかったです。まだ1ヶ月も経ってないのに遠い昔のようなことだったなと何度も思い返します。わかる、めっちゃ昔に感じるよね。おやすみにゃんすけ。おやにゃんすけ、ありがとう。ゆう、監督東京でも可愛い顔してる。それはもうどこでも、宇宙の果てでも任せろ。ありがとう。感性のマキー、配信ありがとう。ゆっくり休んでね。ありがとうマキー。よしげゆき、ユミリンにサマーカットライオンを渡したと聞いて自分も目的達成した気分です。達成感あるよね。軽、ありがとう、よかった。セブン、ありがとう。クマさん、お疲れ様でした。写真集がいっぱい集まったのでタワーにしています。今日も楽しい話ありがとう。いいタワーだね。いいね、タワマンが立ったね。ありがとう。はじめだよ、ありがとう。山猫坊主、ありがとう。みけちゃん、かわいい、ごい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 、ありがとう。1位は埼玉のハイターン、ありがとう。はい、というわけで、私が福田はって言ったらストーリーついて言ってください。鬼マスと福田をストーチ3度の飯を飲んで決まり、香川県出身の福ちゃんこと福田会でした。皆さん今日もありがとうございました。5日連行休みみずみです。メール遅れてなくてごめん、明日送ります、よろしく。あ、9月30日までにファンクラブ年間会員で入ると無料でファンクラブ年間会員今期限定のキーホルダーが送られてきますので、ぜひご加入ください。
お待ちしてます。よろしく。また明日。疲れんこ休みみずみです。品川ありがとうございました。夢で会いましょう。レンコおやすみみんです。またね。バイバイ。写真集見て寝る。嬉しい。にゃん。初めだよ、みなぽん、ありがとう。セブン、ベア、グッド。動くベア。